コーネル・デュプリーはアメリカのギタリストでスタジオミュージシャン、スタッフのメンバーとして知られた。1942年にテキサス州フォートワースに生まれ育つ。地元の高校、IM テレルハイスクールを卒業。地元のクラブでキング・カーティスに見出され、20歳でザ・キング・ピンズに参加。同バンドの初期にジミ・ヘンドリックスが加入し、二人でギターを担当。当時は、 ジミ・ヘンドリックスの派手なプレートは、対照的にリズムギターに徹していたという。まもなくアトランティックレコードのセッションマンになり、ブルック・ベントンのレーニー・ナイト・イン・ジョージ・アに参加、カ、イゴモ、ルーロ・ロールズ、ポール・サイモン、バーバラ・ストライ・サンド、ハリー・ベラ・フォンテ、レナ・ホーン、ロバータ・フラック、ジョー・コッカー、マイケル・ボルトン、マラヤ・キャリー等、幅広い分野のミュージシャンに参加している。 アレサ・フランク人のバンドには、1967年から1976年にかけて在籍していた。1972年、ロバータ・フラックのツアー同行中、交通事故に遭遇。事故の影響で、ギターの腕が衰えるも、次第に演奏能力を回復させて、初のソロアルバム、テアシンを発表する。ジャズミュージシャンとしても活動しており、デビューアルバムテアシン。 を1974年にリリース。ゴードン・エドワーズによるセッションバンドエンサイクロペディア・オブ・ソウルにも参加。このバンドが母体となり、スタッフを結成、ワーナー・ブラザース・レコードと契約。1976年8月にスイスのモントルージャズ・フェスティバルに出演し、同年にセルフタイトルをリリースし、メジャーデビュー。スタッフは4枚のアルバムをリリースし、 人気のあるバンドとなったが、メンバーがソロ活動などで多忙になってきたため、1980年のライブアルバムを最後に自然消滅。その後、メンバーのスティーブ・ガッドを中心にリチャード・ティーと共に、ガッド・ギャングが結成された。ありがとうございます。